どうもお疲れ様です。最近ね、 SNS でね、詐欺案件をダイレクトメッセージで送ってくる人がいて、いやー、見る目がないなと私からはね思えるんですよ。まずはね、この方はね、10万円が100万円に増えましたって話するんですけども、いや、もういちいちそのレベルの話持ってこないでほしいなと思うんですよね。その10万円がどうとかなんとかっていうのね、確かに大きな金額ですけども、私に対してこう送ってくるものではないかなっていうのとね、もう一つは、なんかそのこういったね、 SNS で一生懸命営業してくるダイレクトメッセージを使ってね送ってくる人と、私の場合はちょっとこう格が違うって言ったらね、偉そうに聞こえて申し訳ないんですけども、私の場合はその販売元からその案件として来てるわけですよね。でそれを受けることはないんですけども、案件として来てて、それを私が例えば YouTube とかね、メルマガとか SNS で発信すると、別に一件一件アプローチしなくても、まあ何件かの申し込みはあるわけですよね。でもしないわけですよ、そういったものは。まあ、この方はね、だから一生懸命毎日毎日ダイレクトメッセージを不特定多数に送って、それこそ相手がどんな人かわからないのを送ってね、まあ、偉い恥だなと思いますよ、この人も。だからもう最初から見抜けてないんで、この人がうまくいくことはないだろうなと思いますし、うまくいくとしたら、それはね、完全非合法とか言ってますけども、完全なポンジスキームで、新しい参加者の費用の一部が自分の報酬になってるだけでね、何なんだよと思いますよね。最近ね、マイニングのその詐欺が結構流行ってるみたいで、気の毒ですよね。ビットコインに交換して、それを送金してくださいっていういつものパターンですよ。ビットコインに変えて送金したらもうそこから足がつきませんからね、もう取られ損で、あとこれは投資なんで長い目で見てくださいよっていう風にしてね、半年1年2年3年と待たされてるうちにもうお金を払った方も忘れてるみたいな感じ、まあ、それがまあ悪どい食物連鎖になってるのかなってとこですよね。ご用心くださいね。本当にそういうのがね、見えてる人も見えてないってところにつながるんじゃないかなと思います。せっかくね、2つ目があって頭が1個あるのに、なんで人っていうのはそれでも自ら不利な選択肢の方を選択するんでしょうかね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。